お疲れ様です。悲しいニュースが入ってまいりました。保険証がね、廃止になる。いわゆる紙の保険証ですけども、こちらの方が1年後、2024年の12月2日にもう廃止になるということですね。で、これから1年間は経過措置ということで、どっちとも使えるよってことなんですけども、このね、保険証廃止に関しては、医療機関からの反発っていうのがかなりあったらしいですよね。でも、医師会っていう一部の権力を持った人は、これを推進したんでしょうね、きっと。それなりの見返りがあったんでしょう。私が想像するところ、保険証を廃止することによる差別化によってですね、医師会の方は生き残るし、医師会に入ってないところは生き残らないっていうところだったんじゃないかなと思いますけども、私たちの暮らしの中で、紙の保険証が廃止になって、マイナンバーカードに統一されると、どんな不都合が起きてくるのかってことをちょっと考えてみたいなと思います。実はね、私は長期的に見ると、これ、保険証とマイナンバーカード一体化することのメリットは大きいと思ってるんですよ。ただ、そのやり方が気に食わないんで、今のところは反対ですね。河野太郎が、その権限を握ってるところも気に入らないです。もう、河野太郎のやることは全部ね、反対したいぐらいの気持ちですね。で、さらに言えばね、こんなのアプリでいいわけですよ。これから30年の経過措置を求めるんで、アプリで保険証なり、免許証なり、マイナンバーカードなりやっていきましょうっていうふうにやっていただいた方が、時代に即してるんじゃないかなと思うんですよ。だってお財布の中にね、いろんなカードでいっぱいですよ。それから民間企業はカードをやめて、すべてアプリになってるでしょ。私の近くの焼肉屋もラーメン屋もアプリですよ。そんな小さな規模のとこですら、アプリでお客さんとコミュニケーションを取ってるのに、なんでね、この一番大きな組織体であるマイナンバーカードと保険証とか、運転免許がね、未だに物質的なカードに依存してるのかなと思っちゃいます。ね、だってね、ね、お年寄りのためにとか言いますけども、お年寄りの方だってアプリを搭載して焼肉食べに来てますから、そんなね、ほっといてくれって話なんですよ。いつまでもね、河野太郎の古い頭にはついていけないっていうことなんでしょうね。アプリにすればいいんじゃないかなっていうのが、ここまでの私の考え方です。まあでも、その間に、このカードの一体化ってのもね、なくはないのかなと思うんですけども、ただ、今のところは国民の反発の方が大きいわけなんですよ。で、真に民主主義というんだったら、大勢の方がやめようよっていうんだったら、やっぱやめた方がいいと思いますね。ところが、今の自民党政治ってのは、一部の人のお金持ちとか、票が集まる人の言うことを聞いて、大多数の人の力のない人の声を聞かないんですよね。これについてはね、民主主義の、長所と短所が混在しているところなんで、ちょっと言いにくいところはありますけども、とりあえずね、もう一回まとめますと、河野太郎のやってることは全部ね、反対したいなっていう気持ちの方がもう強いですね。もう完全に感情論ですよ。あと、自民党のやってることはもう気に食わないと。ここまで来ると。ろくなことがないと思ってます。はい、ずっとね、記事を読み進めてもいいんですけども、私の言いたいことは大体そんな感じですね。とにかくもう個人的恨みみたいなことになってます。で、裏金やる暇があるんだったらね、こういうことにもうちょっと取り組めよって形ですよ。で、人のツイッターをね、ブロックしてるから、河野太郎もわけわかんなくなっちゃうんだなと思います。はい、それでは以上のような形になります。